はい、今回前回の続きになります法暦天明期の文化いつの時代だったら覚えてますでしょうかはい、こちらにあるように江戸時代の中期ですね初期の関栄記の文化は徳川家光の頃元禄文化は後大将軍常吉の頃に対しまして八代将軍吉宗、田沼隆次彼らの辺りということになりますでは見ていきましょう はい。まず文学見ていきたいと思います。この時代の特色としましては、元禄の時よりもさらにテーマが身近な政治、社会になっていくということ。そして何よりですね、書いた本が出版、そしてです、ね、貸し本屋、まあ、レンタルですよね。で、それによってですね、人々に広まっていくということ。すなわち、今のね、まあ、出版社であったりですね、レンタル。 まあ、まさしくね、これ、蔦屋ってありますよね。この蔦屋十三郎さん、まあ。このね、名前から来ているということですが、現在の仕組みっていうのが、ほぼこの時代に出来上がったっていうのはね、注目点じゃないでしょうか。で、そうした中でもね、小説の出版っていうのは非常にね、盛んなるわけですが、大きく3つのジャンルがあります。1つは、草造詞絵本と呼ばれるもの。基本、これは子供用で、挿絵が入った、まさしく絵本ですね。そして、次の2つ、ここが重要ですよ。 一つがシャレ本。これは江戸の有利。女性とね、大人のお遊びをするところというので、まあ、ちょっとエッチな内容なんですが、その中でね、いかにがっつかず、おしゃれにお遊びできるかといったところ、そういったのを描いております。代表的な、ね、作者としましては、三東京伝。彼は江戸の京橋に住む伝蔵さんというのをね、このペンネームにしたみたいですが、代表作は仕掛け文庫。これはね、鎌倉時代の曽我兄弟を題材に取ったと。 言われておりりまますすが大ヒット作という,ふうになりますそしてもう一つ、奇拍子と呼ばれるジャンル。これ字のごとく表紙が黄色いからですが、政治風刺っていうのはね、一つのポイントになってまいります。代表的な作者が、小石川春町。これ、小石川の春日町に住んでるというね、このペンネームになったみたいでございます。えー、作品はですね、30年間夢を見たんだよということでね、こういったタイトルになっております。でこちらにつきましては ののの改革なんかを風刺しててるるっていうので、で松平貞信の激に触れるわけです、ね、彼、もともと真面目な人物でございますんでね、シャレボンみたいなエッチなものはダメ。ましてはね、俺の政治を批判するのは何事だということでございまして、取り締まられるということになります。特にね、三東京殿に関しましては、手ぐさり50日ということでね、見せしめのように刑に処せられるということになってくる。 まあこんなことだから松平さんの人気なくなるんだけどな。さあ、続きまして、川柳。これはね、ご存知だと思います。俳句の形式をね、取ったもの。まあ、俳句自体はね、この時代、与謝不尊さんなんかが活躍するわけですが、あれはまあ芸術的なもの。まあ、それに対してですね、世の中をね、ちっくりとね、皮肉ったりするっていうのは川柳。の名人さんがね、辛い川柳というふうな人でございます。 まあ、いろんなね、作品え、教科書なんかにも載っておりますが、これなんか有名ですね。役人の子は、にぎにぎをよく覚え,え、賄賂。これ、田沼時代のね、ことを皮肉ってる内容といったところでございます。で、さらにですね、教科。これは、まあ、短科の形式を借りてということですが、これまたね、世の中のことをね、ちょっとね、風刺するというものが多くなってまいります。代表的な人物が、太田南保代表図はこれでございましょうか。 こちらなんですけどね、まあお金がねないのでね、春の野に出てワカナを積んでそれを売ろうとするそんなねえ自分がで、ね、恥ずかしいというふうなことでございますが、これ元ネタわかりますでしょうか？こちらの方ですね。皇后天皇、かつてね藤原の元祖でね擁立され、55歳でね即位した人物。 なかなかね、まあ、人柄が良かったみたいなんでございますが、まあ彼のですね、有名な百人首も載ってるのをね、パクったと言ったところでございます。まああとね、石川正文さんっていう人ね、まあ言うったら知っといてください。はい、続けて芸能を見ていきたいと思います。最初は浄瑠璃。まあ今で言う文楽ですね。かつて元禄のね、時には近松門左衛門というね、天才脚本家がいましたが、今回はどうなのか。多くね、二人いております。 一人はですね、武田出雲。まあ、彼はね、近松門左衛門の、ね、指導を受けた、まあ、お弟子さんみたいな人ですが、奏で本、忠臣蔵。さらにはね、菅原伝授、手習い鏡。なんていうね、ヒット作を生み出していくということになります。まあ、これは歌舞伎で演じられることもありますねで。さらにね、もう少し後の方になりましたら、近松半次。 まあこれね、名前見てもらったら分かるように、近松門左衛門さん、直の、ね、子供ではありませんが、養子になった人ということになりますで。彼がですね、この武田出雲に学びということでですね、本朝24校というやつ。まあ、これもね、時代はですね、江戸時代ではなくて、上杉謙信、武田信玄といった形になってまいります。でもこうしてみるとね、やっぱり、ね、近松門左衛門って偉大だったんだなーっていうのが分かるよね。さあ、続いて歌舞伎の方につきまして、 まあ、こちらね、中村、市村、森田の江戸三座とありますが、まあ、これはね、軽くでいいんじゃないかなというふうに思います。で、さらにですね、まあ、少しね、浄瑠璃のですね、アレンジバージョンとしましてですね、火曜日豊かな浄瑠璃、歌浄瑠璃というのが出てまいりますが、まあ、これもね、ちょっとね、レベル高いかなというふうに思います。まあ、本来はね、人ではいいんですが、まあ、軽くでいいんじゃないでしょうか。関係者の、ね、方いらっしゃいましたら、本当申し訳ないです。 はい、ではここから絵画見てまいります。宝暦天命期でねかなり狙われるところ。まずは浮世絵。それがこの時期にですねグレードアップいたします。宝暦期、鈴木晴信が西絵というのをね完成させる。こちらは多色刷りっていうのはポイントですね。石川物の時っていうのは基本的に白黒の版画に後で色を塗っていくというわけですがカラーですり上がると。 言ったところですんでねま例えば違うんだけども白黒テレビからカラーテレビになったぐらいの衝撃って言も皆さんわかんないと思うけどねさあ代表的な作品こういったねものがあるということでございますさあその西系もね時代が進みまして2人の人物が出てくる1人は北川宇多摩彼は美人画が非常に有名です まだね、作品見ていただいたらね、まあ、こんな感じでございます。当時の綺麗どころ、えー、描いたあ。写真がないんでね、絵が売れるというのはね、まあ、気持ちわかります。で、さらにですね、東秀才写楽。彼ね、まあ、謎多きい人物でございますが、彼は歌舞伎役者や関取さん、相撲の絵なんかをね、描くほど有名でございました。特にね、この作品見たことあるんじゃないでしょうか。こちらね、タイトルは、 大谷おにじのやっこ江戸べというふうに言いまして、歌舞伎の役者さんを描いているわけですが、この役、どういう役か分かりますかこれ、実はね、悪人なんですよね。手が出ててですね、金をせびってる絵というふうになっております。2人ともですね、蔦屋さんがスカウトしまして、うちでね、絵描かないか、そしてね、出版して、俺も儲けたいということでですね、一世を風靡したということになってまいります。 ちなみに、このシャラクさんの絵のね後ろの部分っていうのは、ちょっとねこれ写真ではわからないんだけども、角度を変えるとねキラキラって光るようになってる。ああなんちゃらカードとかのねレアカード、そういったね仕組みなんですが、実はもうこの時代にできてるというのね売れそうなやつはねいい紙使ってキラキラさせてということなんで、考えたらすごいですよね。このように西系が圧倒的な人気を誇るわけですが、一方でね伝統的な絵画、大和絵なんかにルーツを持つ。 なんんかもちゃんと息づいております代表的なものがこの丸山派丸山応挙さんという、ね、人が有名なんですがまず作品ご覧ください教科書なんかにもね遠近法を用いた立体感のある作品ってありますが確かにねその通りでですね目の前にですね風景が広がってるような形になってますよねあともう一つ知っておいてほしいのは文人画これ別に難画とも言いますがこれ何かって言ったらね本来は絵描きさんじゃない 文学作品書いたりですね、学者さんが、まあ、言ってるのは暇つぶしで書いたもの、けど優れてるってやつね、もともとは、ねまあ、中国の方の明とか清の方におきましてね、江南地方の様子をね、描いているので、難画というわけでございますが、代表的な人物が池の大河、与謝武尊。特にね、この作品、十弁十義図といってね、この2人の合作なんですが、別荘生活の、ね、便利な点をですね、描いたものと。 いう風になってます。まあ、ここではですね。まあ、すぐに釣りができるということをですね。示しているという風な絵です。さあ、今回の最後に西洋が見ていきたいと思います。江戸時代の洋楽のね。発展と大いに関連するわけですが、3人人物がおります。一人目がね。平賀源内エレキテルとかで有名な人ですよね彼が描いた油絵西洋婦人図まあ、これ見たらで、ね、も明らかにね。日本の絵画とは一線を画しているというのがわかるかなと思います。 でさらに芝交換っていう人、これ有名なんですよ。なんで有名かって言ったら、銅版がこのように、ね、木ではなくて銅に掘って、これね、ヨーロッパの方なんかでね、結構あったんですが、日本にも入ってきて、忍ばずの池ずというのをね、残してるわけですが、この絵画もそうですが、銅版そのものも美しいじゃないですか。それにも価値があるということになってまいります。さあ、そして3人目が、青銅田前。 もちろんペンネームでございますがもともとはね永田善吉っていう人がですね一文字ずつ取って伝前と名乗ってで彼がですね松平定信に才能を見いだされてですね洋風画を学んだ代表作は浅間山図屏風こういったものでございますちょうどね前の田沼沖継ぐの時に浅間山が噴火し天明の飢饉が起きその後ね松平定信が出てきたというふうになってくるのでねある意味ね 因縁の絵かなというふうに思いますが、やはりね、これもね、日本の絵画とは雰囲気が全然違うというのはわかるかなというふうに思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回は、火星文化、江戸時代の最後の文化、歌川広重、葛飾北斎、そういったね、まあビッグネームが出てくる、そういったね、文化になってきます。よろしければそちらの方もご覧ください。ではでは。